皆さんお疲れ様です。笑顔写真家の笑顔先生です。今日はですね、皆さん集合写真の撮り方を皆さんにレクチャーしていきたいと思います。子育て中の方はね、ご兄弟の一緒の写真とか、一緒に家族同士でお出かけに行った時にグループの写真とかですね、あと保育園の先生とかは結構園でのね写真を撮られると思うんです。その時に、まあ、クラスの集合写真とかをですね、今日は撮り方をレクチャーしていくという回にしていきたいと思います。皆さん写真のある子育て楽しんでいきましょう。ということで、皆さんまずは答えからお伝えします。2つポイントがありますよ。1つ目が、子供全員と目を合わせるということが1つ目。2つ目はみんなで掛け声。この2つのポイントを押さえながら集合写真を撮っていくことで、みんなこっちを見て笑顔になってくれるというふうにですね、今日は、皆さんスキルアップしていきましょう。ではまず1つ目のポイントです。子供全員と目を合わせる、どういうことかと言いますと、まあ例えばですよ、遊園地に行ったとしましょう。子供と一緒にね、はい、で子供たち来ました。はい、もう子供たちはワクワクドキドキしていますね。早く乗り物乗りたいなと思った時に看板があってね、そのやっぱり看板前はフォトスポットになってるじゃないですか。今日のね、記念として看板前でね写真を撮りたいと思うじゃないですか。はい、そんな時に子供からしてみたら、早く遊園地の中に入りたいのにっていう気持ちと、この看板前で撮らなくちゃいけないという気持ちがね出てくるわけです。そうすると、あー早く行きたいのにな、遊園地の中行きたいのになって子供からしてみたら、こううずうずしていて、大人からしてみたら、はい行くよ、こっち見てよ、はい行くよ、はい、カシャ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 、やっぱりなかなかいい笑顔とか表情は引き出せないですよね。はい、そんな時には子供たちにですね、まず近づきます。写真を撮る、スマートフォンでもいいです、カメラでもいいです。じゃあスマートフォンで行こうかしら。はい、ちょっと実演しますよ。はい、このようにですね、近づいて、子供たちと近づいて目と目を合わせて、はい、そして笑顔を見せてあげて、安心してもらって、あ、いい笑顔になってきた、いい笑顔になってきた、あ、素敵よ素敵、はい、バッチリ、オッケー、いい笑顔でした。そしてちょっとね、写真を見せてあげたりして、こっちに興味を引き出してあげる、示してもらうという風にですね、まずしていきます。なので写真を撮る人は、遊園地だったらば遊園地というところに興味を持たせるんじゃなくて、写真を撮る人に興味を持ってもらう、まずは意識をしてみてください。はい、保育園とかね、こういったクラスの集合写真でも一緒です。20人子供がいようと、こういう風に近づいていって、はい、みんなこっち見てくれるかな、うん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 、お、いい笑顔だ、いい笑顔が出てきたね、お、素敵だ素敵だ、そのまんま目と目を合わせた状態で、この目と目線をつなぎながら後ろにすかさず下がってパシャリ、わー素敵です、バッチリという風にしていくと、もう自然とこっちを見てくれながら、そして笑顔を引き出しながら写真が撮れる、撮影ができていきます。普通はですね、やっぱり、はい、こっち見て、ここだよここだよって言っちゃいがちね、ここ見てっていうのはブブー NG です。なんでかって言ったら、ここ見てここ見てっていう声かけだと全然興味が引き出されないわけです、子供からしてみたらね。はい、なのでちょっとこう近づいていって、目と目を合わせて、え、何かな何かなって子供もね、なんかうずうずして、はい、楽しくなってくるわけです。そして笑顔を見せると、とっても安心してくれて笑顔になってパシャリと
やってみてください。これが一つ目のポイントでございます。二つ目、みんなで掛け声。はい、みんなで掛け声。ここでのポイントはイの行、イの行でですね、例えば嬉しいとか楽しいとか、そういったイの行で終わる言葉を選んで、そしてみんなで掛け声をしていくわけです。さっき遊園地に行きましたね。じゃあ今遊園地に行った時に、じゃあその看板前でね、じゃあ一緒に遊園地って言ってみようかと言います、子供とね。で、一つここでポイントは練習をすることです。練習っていうのは何かって言ったら、じゃあ一緒に遊園地って今から言ってみようか、じゃあ練習するよ、せーの、遊園地。 OK OK、 いい感じ。じゃあ今よりももっと大きな声で言ってみてくれる？うん、 OK、 じゃあいくよ。はい、せーの、遊園地。あー、バッチリ OK。 見て見て、いい笑顔撮れました。 OK、 ナイス笑顔っていう感じでですね、まあみんなで掛け声をすることによって、すごくね、この一体感がその場に生まれて、おのずとみんながいい笑顔になった集合写真が撮れるわけです。はい、この2つだけでももう写真がガラッと変わります。もう点でバラバラの目線だった写真がみんなこっちを向いてくれる、つまらなそうな顔をしていた子供がとっても楽しそうな生き生き笑顔になってくれる、そしてこの1枚の写真がね、みんなにとっての宝物になってくるわけです。はい、まあこのですね、宝物になるこの集合写真、ぜひ皆さん撮れるようになってください。はい、今日はね、集合写真の撮り方をレクチャーいたしました。写真のある子育て、皆さん一緒に楽しんでいきましょう。この動画にね、いいねと思った方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。